命を軽んじる発言で法務大臣が辞任し、死刑の犯行を押さなくてもトップニュースになりました。死刑の犯行をした時だけトップニュースになるなどと発言し、更迭された話報法省が先ほど岸田首相に辞表を提出した。首相官邸で取材に応じた話氏は、辞表を提出するに至った理由について、 死刑という文言を軽率に使ってしまった国民の皆様に不快な思いをさせた国会日程にも影響を与えることになったなどと述べた。その上で政治生命を国民のために尽くして参りたいと引き続き国会議員として活動していく考えを示した。話しは9日の自民党議員のパーティーで法務大臣は 系の犯行をして昼のニュースになるのはそういう時だけという地味な役職だと発言したさらにそれ以前にも同様の発言を複数回繰り返したことを認めている更迭された話し氏の公認には斉藤健元農林水産大臣が起用される今回の問題は命を軽んじる発言をよりによって セッシ与奪の権利を独占している法務大臣が発言したことではないでしょうか。このような軽率な発言は、極刑を勝ち取った被害者遺族の感情をも踏みいじっていると思います。これは大臣のみならず、国会議員の幼稚化が進んでいる現れではないでしょうか。国会議員の幼稚化が進んだと思う方は、 チャンネル登録と高評価をしていただければ助かります。ご視聴をしていただき本当にありがとうございました。